アルシノエ4世、アルシノエ4世は、プトレマイオス朝のファラオであった、プトレマイオス12世の娘。ベレニケ4世、クレオパトラ7世は、姉、プトレマイオス13世、プトレマイオス14世は弟にあたる。プトレマイオス12世の死去後、プトレマイオス13世とクレオパトラは共同統治者となった。ほどなく、プトレマイオスはクレオパトラを遊兵して、実権を握った。 紀元前48年9月、ガイウス・ユリウス・カエサルが、クナエウス・ポンペイウスを追って、エジプトへ来た際にクレオパトラは、カエサルと同盟関係を結び、プトレマイオス13世と争う姿勢を見せた。カエサルは、指定の共同統治に服するよう裁定したが、プトレマイオス側はこれを不服として、カエサル軍と対立。アルシノエはプトレマイオスに組みし、クレオパトラと争った。 紀元前47年のナイルの戦いで、プトレマイオスは廃止し、アルシノエは捕虜となった。紀元前46年8月にローマ市で行われたカエサルの凱旋式でアルシノエは支柱を引き回されたが、カエサルの移行により死刑を免れ、クレオパトラの脅威とならないようエフェソスの居宅に遊兵された。紀元前年月のカエサル暗殺を機に、 マルクス・アントニウスが実験を握ると、クレオパトラの遺構を受けたアントニウス派の手によって、アルシノエは殺害されたと、フラウィウス・ヨセフスのユダヤ古代史順五感に記述されている。トルコのエフェソスにおいて、アルシノエのものと考えられる墓所と遺骨が発見されており、そこで発見された骨や、以前に持ち出された頭蓋骨のデータから、身長約百五十四センチメートル、 骨が細いことから、細身と推察されるタイク死亡年齢は16歳前後で、キリシャ系とアフリカ系の根血であった可能性が指摘されている。この遺骨からの死亡年齢16歳は、死所からのアルシノエ死亡推定年齢よりも10歳以上も若い。そのためにまだこの骨がアルシノエと確定したわけではない。ドイツの学者が1929年に調査した。 際に持ち出されており、現在は、所在が不明である。報告書に写真付きで詳細なデータが記載されている。2009年8月2日に放送された NHK スペシャルシリーズエジプト発掘第3週、クレオパトラ妹の墓が語る悲劇で取り上げられた。ありがとうございます。